テールがトークや歌を皆さんにお届けするラジオ番組になっております、えー、114回目ということでもうすごい数やってきたなと思ってなんかあら改めて思ったんですけどもここ最近はあの本当にあ梅雨ではあるんですけれども暑い日が続いてて本当に暑すぎますね夏を感じる そんな日が続いているんですけども湿度も高いしでもう嫌になっちゃうということでなんかあのなんていうのね昼間が暑いのは分かった分かった仕方がないと思うんだけどさ昼暑いともうあ当たり前に夜も暑いじゃん最近。東京はねそうなんですけど。あのー だかから寝寝苦しい <laughs> 寝苦ししいいくないですか窓を開けてあんまりニャンのために昼は絶対にクーラーはつけてるんですけど夜は冷えちゃったら嫌だなってうので猫、ね、の子の体調具合を見ながらあのつけたりつけなかったりするんですけど最近はもうつけないとみんな寝苦しくて私も夜中に何回か起きちゃうし。 とということなんですけどあのなんとですねあのこの間無印良品で、えー、となんか首に巻きつけるみたいな凍らせる <laughs> 凍らせて首に巻きつけるなんかカチューシャみたいなのを買ってみたの。寝れる。<laughs> なんと寝れる。その前に氷枕みたいなのを試したんだけどそれもね寝れるんだけどさなんか首元がめちゃくちゃ熱くて。 かつつく感じてていつもでこれなんかこうみんなやってるの,るの見るなと思って買ってみたらすごくね、あのー、気持ちよくてすんなり眠れるのでよかったら皆さんつけ,あのつけてみて私が見たのはあの散歩中のワンちゃんの首周りについてたのを見てあれって人間もいけんのかなと思って買ってみたんだけどでにゃんもつけられるかなと思ったんだけど嫌でこう。 ススルルと外されましたですがすごくあのあの寝苦しい夜に、ね、ぴったりなので皆さんよかったら買ってみてください。私は無印良品で買いましたけどあのなんかどこにでも売ってるっぽいです。えー、それで先週私があの好きなスイカの話をしてスイカ情報を皆さんおいしいスイカ情報を教えてくださいということで結構ねみんな送ってきてくれたので本当にありがとうございます。 買おうとと思いますネットかかで、えー、と霧のマグマさんから島根はあんま思いつかんけど鳥取の方は、えー、大栄スイカが有名ですよ。ね、えー、聞いたことないや。続いてはミルクティーさん長野県産ではもっぱらスイカと JA 松本ハイランドのスイカをおすすめします。標高が高い高原特独特の澄んだ空気と,、えー、と昼夜の 温度差が大きいため糖度が高いです出荷時期は7月中旬から9月上旬どちらもネット購入を受け JA 松本ハイブランドのスイカは関東のスーパーにも並ぶと思いますよこれ全部メモしとこうありがとうございます、えっと、続いて週南ウミナミですさん初めましてですねそのスイカは140円1キロで140円です それでもやっぱり種なしスイカです。チェールさんが8月末に中国に来るなら、毎日スイカを飽きるまで食べてください。もちろん他のフルーツもとても美味しいです。お、シュウミナミさんは中国の方でしょうか。ありがとうございます。メッセージ。に、なんかあの中国ツアーを発表してから、中国の方からのコメントが結構あったりだとか、 私の方私あの中国のツイッターインスタグラムみたいなのもやってるんですけどあ日本と同様そこまで更新はしてないんですか <laughs> でもねそこであの結構あ広めてくださっていてなんかチェラジもねあの中国の方が参加してくれてるのを見るとすごくすごく嬉しいなと思っているんですけれども。 やっぱ国が違えばというかあのアメリカ行ってた時も思ったんですけど日本は段違いにあのフルーツが高いなというのを感じて、えーはい、ただまあ糖度とかあクオリティという部分を突き詰めた結果こうなっているんだろうなとは思ったんですけどでもこう何て言うんだろうまあそうだねまあそうだね。ままあそうそうだね うん、だからこうその国その国に行って日本では本当に高いけどこの国はこんなに安いんだみたいなのがあるっていうのも海外旅行じゃないけどその海外にいた時の楽しみの一つではあるなとは思うんですけど中国アメリカでもねなんかねあのー、まあ最近日本でもよく見るんですけどもウォーターメロンのジュースがこうスーパーに結構売ってたりするじゃないですか。 でそのまあ、私はそのななんていうんだろうごくごく飲むより咀嚼したいなっていうタイプだからあんまりそのあ手を伸ばしたことはないんですけどかあのアメリカではね夏うすごくトラックにしかもその丸じゃなくてちょっとなんか楕円形の大きなスイカを大量に載せた人たちがトラックの荷台の,そのなんかちょっとのスペースのところで。 スイカをねあの切ってそのままその氷とそのミキサーにかけてウォーターータメロンのジュースをすすごくいろろんんななとこでで売ってたんですよなんかこうカリウムが多いからかデトックス作用があるみたいなヘルシー思考の飲み物の定番みたいな感じで売ってたからあなんか需要がすごくあるんだなと思ってみんなねスイカをねあのあのその時は食べるというより飲むものみたいな。 感じで認識されてたみたいで、そうなんだと思ってね。まあ、私は食べたい。んですけれども、ということで中国行ったらたあの追加やらなんか他のフルーツやら食べられること、すごく楽しみにしております。えー、そしてですね。先週またついに新曲の情報が解禁となりました。ありがとうございます。パチ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 えー、私の新曲。 ハッピーゴーラッキーがテレビ東京ドラマ「晩酌の流儀 3, 3かな」のエンディングテーマとして決定いたしました。イエーイありがとうございますなんて幸せあふれるポップなあタイトルなんだということなんですけどえー、っと奈緒さんからね、えー、もろもろ,ろの発表に,についてメッセージいただいてます。 今月は海外アーティストとのライブ共演中国ツアー発表新曲テレビ番組大アップ発表とチェールさんの音楽活動がさらに広がっていく情報満載で願い事が叶っていく感覚でしたそこで7月トークテーマ七夕もあり願い事一つ叶うとしたらはいかがでしょうかえ過去自分は休みが欲しいということでいいですねありがとうございますそうえー <laughs> 私が、えー、先月、えー、ぐらいからずっと言っているジェットコースターのようなあのこう発表がありますというのはあのこのことたちだったんですね。えーまあ、まだ「ハッピー・ゴー・ラッキーは」は、えー、今の現時点ではあどんな曲かっていうのはまだ皆さんには聞いていただいてないんですけれどもタイトルから分かるようにすごくポップなハッピーな曲なんですけれどもまあその始まりは「 え海外のメタルのアーティストとのコラボから始まってえ中国ツアー初,初ツアーがなんと海外という中国ツアーの発表もありで新曲が出るのかと思ったらテレビのエンディングが決まってみたいなことがこうなんて言うんでしょうかえでしかもそれがすごくポップな曲っていうのがこうなんて言うんだろうんメタルもいて。 中国もも行行ってポップも行くのみたいなのが結構私的にはあの情報がこう上下してるなじゃないけどこうすごいジェットコースターのような情報でみんな振り回されてないかなと思いながらただね私はそのずっと言ってるんだけどそのジャンルレスなシンガーとしてアーティストとしてやっていってるのでなんかこういう方にとらわれないところも いいいいんんんじゃないかななかとと思っってててろんなことに挑戦してやってるんですけれども一貫してね私は私であるのでこうそうなんですよ。でこの曲その「ハッピー・ゴー・ラッキー」という曲はですねタイトルが「そのハッピー・ゴー・ラッキーと、ね」ーーキーって、えー、という意味がまあそれぞれ一つ一つの意味もねあのあの分かると思うんですけどでも「ハッピー・ゴー・ラッキー」ってこう略してていうかその「 一文で楽観的とかそのプラス思考みたいな意味があるんですよね。 でえー、とーそうこれも運命的な出会いから曲作りが始まったと言っていいんじゃないかなと思うんですけども今回一緒に、えー、曲を作ってくださったのが新しいお友達でで、えー、と向井の結衣さんという方とナアクさんという方って3人で作らせていただいたんですけどなんかこう、えー、もともとねえっ、ー、となんて言ったらいいんだろう 私がこういろんな人と音楽作りをしたいなって思っている中であいろんなその自分がいいなと思った曲のクレジットを見たりとかあするんですよね。でその中であこの曲いいなこの曲いいなと思った曲たちが全部その麦野さんの曲だった麦野さんが携わってたってことが分かって。で、えっとまあ いろんな方あの SNS とかをフォローしてたんですよ。で、そしたらあのそれで麦野さんの、うん、インスタグラムもフォローさせていただいたんですけども、あのそしたら麦野さんからあのメッセージが来まして、あの私のことを知ってくださってたんですね。で、うわーと思ってこんなことないなと思って嬉しくて、でそこからやり取りをして。 でえー、一度お会いできませんかみたいな、あのー、会ってみたいっていうのがあったのでそしたらもうトン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 話が進んで、あのー、オその時に来、あのー、て言うんだろうオフィスに遊びに来てくれるということを1週間前にその「チェラジの収録で。 オフィスに行ってマネージャーさんに話そう相談しようこういう方がいるんですけどみたいなあっていう相談しようと思ったらあのいいニュースがありますということで「あのドラマのタイアップが決まりそうです」っていうのを言われたんですねその時にでもこれはすごいタイミングだなと思ってで私も「あの実は」みたいなこういう人とこ,のこういう方がいてみたいな曲作りしようと思ってるんですけどみたいな。 来週あの呼んででもいいですかみたいなでそのなんかこう点と点がつながったじゃないけどすごいタイミングがいいじゃないですかだからあのもしそれで麦田さんもいい,いい印象を私に持ってくださったらこの「タイアップ」の曲一緒に作りたいと思うんですけどみたいなことの話してでまあそこからあのオフィスに遊びに来てくださった時にいろんな話をしてものすごい。 あの彼女もニューヨークに留学してた経験があるというかニューヨークに行ってた経験もあってアメリカの有名な音楽大学も卒業されててみたいな,なんかすごいその近しいものを感じたりとか話しやすさもあってすごい嬉しくてで話が本当にあの面白いぐらいに進んででえっ、ー、と曲作りを始めさせてもらったっていう感じなんですけどで 今回の、ね、曲が、あのー、私には珍しい「チるい曲」ということがオーダーだったので「チるい曲か」みたいな感じでこうやったことないなみたいな感じではあったんだけど麦ノさんが「チルといえば私の知り合いにすごい「チルサウンドを作る人がいるよっていうのでノアクさんを、あのー、紹介してくださってでもうすごいね時間もない中もうね トゥンとこトコと,ことあの作業が進みでねす,すごくいい曲ができたんですよね。で、えっと、初めてというか、まあ、今までいろんな曲作りをしてる中で、まあ、プロデューサーという,う仕事の人というかプロデューサーと一緒に作っててまあでもないこうでもないって言いながら、まあ、基本的に私はそのうんとメロダシシという作業はあんましないじゃないけど。 こういうういのはどうかなみたいなことを言うんりとか出てきたものに対していやそこをもうちょっと上げたいとかっていうことはメロンに関しては言ったりとかサウンドに関しては言ってたりとかしてたんだけど歌詞はね今までずっとか書いてたりしててそうでも今回初めてあの初めてというかその完全にコライトというか私から出てくるサウンドをすごくうまく受け取って融合してくださってあのメロディーでねこんな。 何て言うんだろうあのー、肯定してくれる作業肯定してくれる音楽作りってあるんだじゃないけどこんなにき生き生きと気持ちよいく曲って作れるんだみたいな,なんかこうずっとジャッジメント、うん、んかこう何て言うの,あのやっぱ不安じゃん自分から出てくるものこれでいいのかなあのどうなのかなみたいな思ってやってたところはあるので。 こう全てに対して「えいいじゃん」みたいな「あそれ使おう」みたいなのをこう言ってくださってすごく雰囲気のいい曲作りができたんですよね。で歌詞に関してもこう日本語の歌詞をあの一緒に作る誰かと作るってことは今回初めてだったんだけどすっごいなって思っためちゃくちゃ勉強になったなんか私って小学生の作文みたいなことが書いてたんだなって <laughs> 改めて思ったし歌詞は奥が深いなと思ったので。 今回特にね、まあ、そのチエルが初めてや歌うっていうかやってみるチルっぽいサウンチルのサウンドをも楽しみにしてもらえたら嬉しいなと思うんですけども特に注目してほしいなって思うのはやっぱ歌詞が歌詞ですね。そのえー、とこのドラマの主人公が、えー、と30代の、えー、キャリアウーマンの女性。 が日々追われる中で自分の唯一の時間自分が唯一楽しめる時間自分が自分に帰れる唯一の時間がその晩酌をする時間というところですごく人生をこう自力で豊かに過ごす姿みたいなところがコミカルに書かれてるのかなと思うのでなんかすごく。 共感できるなと思ってそこから歌詞作りを始めたんだけどあポップすぎないというかあくまでも私らしさはし残したいなって思ったりし,しながら歌詞を書いたのでなんかねえっ、ー、とすごく寄り添えてるんじゃないかな大人の心にとは思います自分で。あーのー 特にねなんかこう自分は変わってないつもりでも、うん、とと人から勝手にジャッジメントされたり人から勝手に名札を貼られるじゃないけどね、札みたいな判断貼られるじゃないけどなんか勝手になんかこうかこうジャンル分けじゃないけどさなんかうか、うん、分けられて仕分けされて。で うん、日々の中で、えー、と感じる他者からのマイナスエネルギーみたいなものって本当に、えー、生きてたら毎日あるじゃん自分がどうあハッピーに生きようと心がけててもやっぱり、えー、そういうエネルギーって強かったりするから,からその理不尽さとかさなんかこう訳の、うん、分かんない不機嫌さとか他者のね そうとかにも振り回されながらそれでもああ私は私の時間をこう楽しんでいるこの瞬間がもう本当に豊かで、うん、みたいなのをこう何て言うんだろうな、うん、遠くなく近い距離感で、うん、書きたいなと思ったのでなんかねそういうところも注目しながらあのドラマと一緒に楽しんで聞いてもらえたら嬉しいなと思います、えー、長くなりましたがドラマは明日から。 始まりますのでみんな楽しみにしていてください、えー、さてさてここからはテーマトークに移らせていただきます6月のトークテーマは雨の日に一気見してほしい、えー、好きなドラマおすすめのドラマ、えー、アニメそしてリクエストテーマは雨の歌ですくださったのはムーさんからチエラさんこんにちは、えー、チエラ時期き始めてからこれ半年以上経ちますが初めてお便りを書いています改めて中国ツアー決定含め でお祝いすることとがたくさんおめでとうございますおすすめのドラマアニメのとのことですが自分はあまりドラマを見ないのでここはチェールさんのことを知ったきっかけでもある「ガンダムユニコーン」でどうでしょうガンダムシリーズの特性上2人の関係君と僕だったり私とあなただったり「You and I」だったりが、えー、作品の一つの注目ポイントだと思うんですがチェールさんにとっての推しや印象に残る組み合わせの2人はいますか、えー、自分にとっておすすめのペアはバナージュとジ,ジンネマン。 ジンンネマンです特に「砂漠で」のこの二人のやり取りを話す内容音楽含め思考だなといい作品にはかっこいい親父がつきものだなと思いますああいうかっこいい大人になりたいあとはバナージとリディ紆余、えー、曲折あった後の終盤の「知っておいて損はない」「俺たちは祝福されて生まれてきたんだ」ってことをこの一言に救われることが あ,ーを多々ありますアニメと現実を混同しすぎてはいけないけれど今でも争いや虐殺の絶えない世界だからこそ人を思うことを忘れずにいたいなと思うこの頃ですリクエストはトミーヘブンリーの「HeyMyFriend」をお願いしますトミー独特のどこかやるせなさに溢れたサウンドと世界観が好みです、えー、また書きます7月もゆるりとラジオを楽しんでいきたいと思いますありがとうございます最後の文の文 リクエストですけど、私も大好きです。とみさん。あのけだるさ出せたらいいなってめっちゃ思ってます。なんかね、<laughs> かっこいいよね。<laughs> えー、もろもろありがとうございます。ガンダムユニコーンは、うん、あの,あのものすごく正直に言いますと、私はあのガンダムユニコーンのそのその佐野さんの方が決まってオープニングを歌うことが決まって。 ガンその後ですねえっ、ー、とー映画あ、えー、な,なんだっけシャアのんたらこんたらみたいなのは見ました見ましたよ見ましたんですけれどもあのー、お難しい <laughs> 難しいが本当に正直な気持ちでえっ、ー、とシリーズがたくさんあるじゃない で本当にね、あのイントゥ・ザ・スカイが流れることをこう、やっぱりすごく嬉しかったので、毎朝、毎朝、日曜日の朝に、8時かな、に起きて見てたんですけども、いやー、難しかった、ただ、あ私もね、印象に残ってるのは、あのー、マリーダさんあもう,もう やめたうがいいと思う名前をう <laughs> ろ覚えすぎて怒られそうなんだけどあの途中でさあのかっこいいおじ様が何かブワーみたいな爆撃かなんかで、ね、亡くなられたあじゃないあのシーンが衝撃が残っててあの時の会話私がそこまで覚えてはないんだけど。 すごく熱いものがあったなっていう記憶あってなのでその人の,あの顔とかはめちゃくちゃ覚えてます。うんでなんかこうぬるぬる動くというかこうなんていうんだろうその私はどっちかっていうと大人目線で「ガンダム」そのユニコーンを見てたわけではなくて「そのガンダム」のファン の歴代のねガンダムのファンの方々が一番最初に子供心に多分その見始めた気持ちで私は見ててこう多分子どもの時ってその世界観とかって全然分かんなかったと思うんだけど映像があまりにもかっこいいこう大きな期待がそのぶつかり合うじゃないけどと飛んでるその姿とか。 めかめかしかったりするところがすごくかっこいいなっていうのもあの思って見てたのでなんかそういうところにももう惹かれましたねで大きな題材としてその戦争っていうものがあってそれを描いてることっていうのをすごくあの私もなんか痛感したのでなんかそういうところが刺さっているしなくならないテーマ悲しいことになくならないテーマだなと思ってたのでなんかこれは本当に いつまでたっても永遠に、うん、人の心に刺さっていくどのジェネレーションも繰り返しねえー、ものだなと思いましたはいそんなこんなでした <laughs> いいでしょうか <laughs> え続いて石井さんから「最近は新曲新情報が多くて嬉しいです新曲楽しみにしています」えー、今月のリクエストですが「世界の終わり」の「レイン」をお願いします優しい雨の歌で JL さんにぴったりだと思いますということで石井さんありがとうございます今夜はですねあのー、トミー・ヘブンリーの曲もいいなと思ったんですが、えー、石井さんの「世界の終わり」さんの「レイン」を歌いたいと思います ジブリの、ねえー、曲だ主題歌だったかなと思うんですけど私も見てねなんかこうえっ、ー、とすごく私はジブリファンなので、えー、この主題歌だった「メアリーかな」かなんか「魔法」のやつはえっ、ー、と今までのジブリ作風とはちょっとガラッと変わったあ作品だったかなと思うんですけどもあ違うなそれはその後の魔法のやつかあでもあの見ました。 ということであのこの曲のていうか「世界の終わり」さんの曲のピュアさというか少年っぽさってすごいなと改めて歌いながら思いましたうんなんて夢夢しいのかなというかそこの部分ってなか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 保てないはず 保てなくなくいやっぱ普通に生きてるとさどううしししてても悲しいかなな大人になっ,てってしまうんだよねだからその少年っぽさ少女っぽさ心のその無垢な感じというかそういう,もう青々しいものを保ち続けるのは相当な努力だと思うんですよね私あの。はい なのでそういうのをこう臭くなく世界観に落とし込めてるでこっちまでなんか一つのファンタジーの,あの素晴らしい映画を見させてもらったような気持ちになれる楽曲たちだなと思いました特にこの曲は本当にそんな風に感じました。 えなので今夜歌わせていただくのすごく楽しみにしております。えー、それではお聴きください「世界の終わり」さんの「レイン」。「魔法はいつか溶けると僕らは知ってる月が 「咲いてた陽が今まかれた」「傘を差し出す」「君に映る僕は濡れてない」「水たまりに映る僕は雨になる 幸せなような涙が出そうなこの気持ちは何て言うんだろうパフ,フロスキーズの夢を見て起きた涙が頬で乾いていた虹がかかる空には雨 んだ「虹はいずれ消えるけど雨は草木を育てていくんだ」「虹がかかる空には雨が降ってたんだ」「いつか虹が消えてもずっと」 裏は空を見上げる真っ白な夜に遠くを走る汽車の影静寂と 僕ら残して過ぎ去っていく」「逃げ出したいような心躍るようなこの気持ちはなんて言うんだろう」「鏡の前で顔を背けたのはずっと昔のことのようで」 虹がか,かる「空には雨が降ってたんだ」「虹はいずれ消えるけど雨は草木を育てていたんだ」「虹がかかる空には てたんだ「忘れないよこんな雨の日に空を見上げてきたこと」 「がかかる空には雨が降ってたんだ」「虹はいずれ消えるけど雨は草木を育てていくんだ」「虹がかかる空には雨が降ってたんだ」 「いつか虹が消えてもずっと」「僕らは空を見上げる」「雨がやんだ庭に花が咲いてたんだ」「きっともう大丈夫」 そうだ次の雨の日のために傘を探しに行こうありがとうございましたお聞きいただいたのは世界の終わりさんのレインでしたいかがだったでしょうか さて、チェーラジでは、毎月月間トークテーマを設けてメッセージを募集しております。来週は、いよいよ暑い、暑い7月が突入しますね。7月のトークテーマは、ですね、せっかくなので、なおさんからのお便りからいただきました。7月の願い事、じゃあ、ごめんなさい、七畑の願い事を一つにします。願い事、皆さんの願い事。無謀なものでも、本当にあの手,手近なもの、うん、身近なものでも。 願いが一つ叶うとしたらあという,うリクエストじゃなくて何でしたあーテーマあーにしたいと思います、えー。そしてリクエストテーマはですね「星」にしようと思います。七夕がありますので「星」が入ったあー歌詞だったりなんか あの星のサウンドがキラキラキラみたいなのが入った印象的な星を連想させるような洋楽邦楽問わず募集してしますのでよろしくお願いします。と、えー、いうことでテーマトーク楽曲リクエスト私に聞いてみたいことどれも「X にハッシュチェーラジェ」カタカナで「チェラジェ」をつけてポストまたはメールで「チェーラジェ」。gmail.com までお送りください。えー、明日はですね晩酌の流儀3いよいよ始まりますので。 えー、どこよりも先に「ハッピーゴーラッキー」を聞いていただける機会になるんじゃないかなと思います。本当にね新しいチェールのチ、うん、ルイチェールを楽しんでいただけたらなと思いますそれでは明日もあなたにとっても私にとってもいい日になりますようにおやすみなさい。